夏が大好きな人気モデル船山久美子と柴田早紀。今回2人がやりたいこととは、せーの、夏のユニバーサルスタジオジャパンで盛り上がりたい。こりゃまたドストレートな欲望。いやいやいや、楽しむのはもちろんなんですけど、やっぱりね、その視聴者の皆さんが見てくださってるので、はい、その楽しさをね、皆さんに伝えたいっていう目的がもちろんございます。そんなこと言ってただ行きたいだけでしょ。逆キレじゃん。夏のユニバーサルスタジオジャパンのテーマは、ヘンズアップ。みんなで一緒に手を挙げて自分を解き放とうという意味。果たして2人はどこまで自分を解き放てるのか。ヘンズアップサマースタート。女子のやりたい、なりたいを応援。6人のモデルたちが目標に向かって頑張る番組、かわいいジャパンだ。